尾端徳次郎から1905年4月16日は、幕末の中津藩士。明治時代の政治家、教育者、思想家。慶応義塾長。尾端神仁三郎の2位。号は三田。福沢諭吉、尾端徳次郎教著。学問の進め、初編。明治5年2月1842年。無善国中津藩との町に、中津藩家老。 尾ば氏市の中津藩市で、友番、元締県軍奉行を務める尾ばた厚志の、次男として生まれる。幼児から父に四書五経を習い、中津藩の藩校、新治藩で、藩主、野本誠城、野本三太郎、藩士高田修と目山らにつき漢学を学び、教頭となるが、1864年、福沢諭吉の勧めで、江戸に出る。江戸では、 福沢の塾に入って、英学を学び、塾長を務めるから1868年まで。また、江戸幕府の教育機関である改正書で、弟、神三郎と共に、洋楽除去にもなった。1868年出版の著書、天変地位は、雷、地震、水星、虹といった、自然現象について、婦人小児の枠を解くためのわかりやすい。 科学的解説を与えた本である。当時広く信じられていた、陰陽五行思想を知り添け、近代的な科学知識を広めようとした本で、明治時代初めの科学系猛暑ブームの先頭を切った。学生発布時には、小学校の教科書にふさわしい本の一つとして挙げられた。1876年の東京市販、学校中学市販化が創立される際には、 その公務に参画。同年、ヨーロッパを歴有し、アメリカを経て帰朝する。1879年には、初の東京学士会員会員に選ばれ、翌年には、高順者創立に参与して幹事に推挙される。1890年9月29日、学士記者として、貴族院議員に押される。貴族院内部では、谷盾敵、三浦康氏。 山川博士と共に、懇和会に所属。貨幣制度調査委員となり、日本優先の役員を兼ねる。訓四等随法省を受ける。その前年の10月には病に伏せった、小泉新吉の代理として、慶応義塾長の代理となり、1890年3月には、重ねて、慶応義塾長となる10月まで、 1898年4月慶応義塾副社長に、さらに1901年には、社長となって、慶応義塾では福沢に次ぐ、中心人物となった。晩年、四季が近づくと、蔵書の半分を旧宅地と共に、故郷、中津に寄付し、図書館を設立する、要指示。これが、現在の中津市立小畑記念図書館の元となった。 1905年4月16日、病気のため死去。去年64。ありがとうございます。